今回紹介するのはこちら、クロンの KTR です。こちらベクター好きの皆さんであればもうご存知の通りですね、ケンタウロスの後継機といいますか、今ね非常にもう値上がりして大変なプレミアになっているケンタウロスを制作したクロンから出た後継機 KTR でございます。この真っ赤な筐体につまみが3つだけっていうね、非常にシンプルでかっこいい筐体でございます。ケンタウロスほど大きくなくて非常にね扱いやすかったり、エフェクターボードに組み込みやすいサイズ感じゃないかなと思います。でね、実際今この KTR もですね非常に値上がりしておりまして、プレ値で取引されています。そんな KTR ですが、まあねご好意で今回借りることができましたので、こちらのレビューをしていきたいと思います。実際に、ね、僕はね申し訳ないんですけれども、ケンタウロスっていうのは所有したことなくて、比較とかっていうのがちゃんとできないと思うんですけれども、これ引いてどう思ったかっていうことをですね率直にお伝えさせていただければと思います。まあ、細かいことを言うとですね、一度ですね、まあ銀色のケンタロスってあるじゃないですか。銀色のやつ。あれをですね、友達のところで聞かせていただいたことはあるんですけれども、自分の環境で長く使ったわけではないので、よくわからないっていうところ、正直なところなんですけれども、パッと弾いた印象ではめちゃくちゃ気持ちよかったです。柔らかくてキメの細かいサウンドっていうのが、とてもね、好印象だった記憶があります。この筐体はですね、こんな感じで、まあ、真っ赤なんですけれども、入力環境、がこんな感じになっております。まあ、電源がありまして、インプットアウトプットのシンプルな入出力です。で、ここですね、スライドスイッチがありますので、これでカチャカチャとさせて、バッファーのオンオフができるみたいです。これも後で試してみたいと思います。僕はね結構エフェクターのデザインとか好きなんですけれども、デザインは超シンプルで好みです。めっちゃこれ欲しいです。収集欲をね刺激されるような、そんな素敵な筐体です。実際ね、僕もこの KTR 欲しいなと思って、中古で3万5000円で売ってた時があるんですけども、本当にその時に買えばよかったって後悔しています。今ね9万円とか10万円とか今ネットで見てもしているので、なんかね、まあ安くなればいいなという感じではあります。ということでね、実際どういう音がするのかっていうのをね見ていきたいと思います。ということで行ってみましょう。早速 KTR の音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 です。 ES335 からですね KTR に入りまして、で KTR のアウトからこちらの動画で紹介したホッホのペダルトーンというですね真空管プリアンプに入っております。でそのラインアウトからレコーダーに出力して収録しております。ではですね、バイパスの音を聞いてください。 ES335 のリアピックアップです。こんな感じです。ではですね、早速オンしていきたいと思います。はい、大体つまみはこんな感じです。見ての通りですね、どれが何のスイッチだとかつまみだとか書いてないし、これもねここから始まってここで終わるんですよ。なので12時がセンターではないので言葉では表現しにくいんですけど、まあ大体半分ぐらいで鳴らしたいと思います。はい、ギブソンのリアピックアップです。はい、こんな感じです。ミックスポジションだとこんな感じになります。こんな感じです。この KTR なんですけど、ここですね、見えますかね、ここのスイッチでバッファードアウトとブルーバイパスを切り替えることができます。今聞いてもらったのはバッファーありの状態ですね。ちょっともう一度鳴らしたいと思います。735のセンターポジションです。これがトゥルーバイパスにすることによって、お分かりいただけましたでしょうか。バッファーがある方がですね、プリッとした感じというか、張り腰のある感じがあって、ローとハイがしっかり出る感じがします。で、フルバイパスの方はね、もうちょっと自然な感じがします。抽象的で申し訳ないんですけれども、そんな感じの音の違いがあります。で、今回はバッファーありの状態で音を試していきたいと思います。ではですね、まずつまみを見ていきましょう。この感じで、まあ、こちらがボリュームですね。ゼロだと音が出ないんで、こんな感じでボリュームを調整します。で次、この真ん中がトーンです。こんな感じで上げていくことによってハイがしっかり出てきます。で次がゲインですね。上げていくとゲインが上がっていきます。
こんな感じで原因が上がっていきます。こんな感じですね。すごいですね。優しい音と言いますか、非常にですね、リッチで上質な音というイメージでしょうか。ハイゲインでズドーンという感じではなくて、ローゲインでアンプライクな歪みの表現で、しっかりピッキングにも追従してくれるし、非常にね、アンプライクなイメージです。で、音はね、結構粒の細かい歪みの印象があって、とにかく優しく弾いた時の音が綺麗でめちゃくちゃ好きです。でね、歪ませると結構歪むんで、汎用性は高いかなと思いました。歪み上げるとなんかローがすっきりなくなっていく印象もありますね。ズドーンとやっぱ来ないですね。いいですね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。とても気持ちいいです。アンプを歪ませるとですね、今アンプを歪ませたんですけど、ブースターとしてもですね、とても使いやすいんじゃないかなと思います。この優しい歪みといいますか、これが好きですね。本当に気持ちいいです。この優しい歪みなんですけれども、しっかり硬さも、硬さというかちゃんと芯も感じて、非常にね、気持ちいいです。あんまり歪ませないで使うのがやっぱすごく気持ちいいなと思いました。やっぱりこのケンタウロスから継承されたですね、あの美しい音がね、再現されてるんじゃないでしょうか。僕はね、ケンタウロス所有したことないんですけれども、美しい音っていうのがですね、再現されてるのでね、ここまで支持のあるエフェクターなんじゃないかなと思います。とてもね、いいエフェクターなんですけど、やっぱりね、どんどん値上がりしてて売ってないっていうのがね、非常に残念なんですが、まあ、好きな人はね、中古で探して試してみるのもいいかなと思いました。いかがだったでしょうか。音を聞いていただきましたけれども、皆さんいかがでしょうか。僕はめちゃくちゃ気に入りました。まあ、希少価値だったりプレミアっていうのはまああるんだと思いますが、それ以上にこの柔らかくきめ細かいですね、馴染む感じ、表現が正しいのかわかんないんですけど、自分はそういう感覚を受けました。結構ね、ハイのキラッてしたところが気持ちよくて、オールドなオーバードライブというか、まあ、自然なナチュラルな気持ちいい感じっていう印象です。やはりですね、僕はこれクランチで使うのがね、とってもいいなと思うのと、今回ハムで試したんですけども、シングルコイルにもね、非常に相性がいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいいですねまあこれはね、借り物なのでこの後ね返却するんですけれども、非常にねいい体験をさせていただきました。視聴者の皆さんもね、ぜひ試奏していただきたいなと思うんですけれども、なかなかね定価で売ってることはないと思うんで、中古で見つけたり誰かね友達が所有してるのを見かけたら、ぜひね聞かせていただいて、この良さっていうのをね体験していただければと思います。という感じで、僕の動画ではね、こういうねいろんなエフェクターの話だったり、ボスのエフェクターの話、これねコンパクトエフェクターたくさんやってますので、ぜひ再生リストでご覧ください。あとはギターの話、あとはですね、バンドマンのエフェクターボードの話なんかもね、やってますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできればと思います。ということで、本日もありがとうございました。それでは、じゃあね、バイバイ。